では今日のゲーム振り返っていきましょう。ハイライト、先制のシーン、ベイスターズ満塁から外、満塁ホームランを期待してましたが、ただ詰まった打球はサードゴロ、岡本弾いて一塁はアウト。その間に三塁ランナーホームインでベイスターズが内野ゴロの間に1点先行。そして平健太郎、前回は大野と投げ合った名古屋ドームから、まあ、あの時も好投しましたが、ただ丸キャリア200号の同点のホームラン、ソロホームランで1対1の同点。滞空時間が長いキャリア200号ホームランになりました。その直後ランナーを置いて9番の戸柱、この難しいボール1、2塁間破った勝ち越しのタイムリーヒット。柴田がホームに帰ってきます。辰のランニングが素晴らしかったと言ってましたが、戸柱これで2対1。5イニング目、平健太郎ピンチでしたがノーアウト2塁1塁ダブルプレイ。ここは最高の形。結局ゼロに抑えて、でその後でした。この打球また内野安打という形。今日はロペスが2本のヒットを放っています。後半に入って6回です。ランナー出て坂本、三遊間を破ります。前の2打席はヒットが出ていませんでしたが、結局今日坂本2本のヒットを放っています。その後チャンス、系統に入ってまずは砂田、最後は三振。ボール2から丸を三振に取りました。砂田が降りて今度は平田、打席中島、ここも最後は三振。今日のハイライト、ピンチ脱出、継投はまったベイスターズ。その流れで7回です。ピッチャー代わってサウスポーの田口、この3連戦で初ヒットという高卒ルーキーの森、今日もまたヒット、先頭で出塁します。その後送って得点圏、そして1番の梶谷、ライトへのタイムリーヒット。森がホームに帰ってきます。俊足生かしてホームイン、勝ち谷タイムリーヒットでまた点差を広げます。これで3対1。さらにオースティン、チャンスはまだ続いているという状況でしたが、センター返し、これまたタイムリーヒット。これで4点目、4対1、点差が3点に広がります。さらに今度は外、3人目田中、レフトへのタイムリーヒット。この回は3本のタイムリーヒットが生まれています。5対1とリードを4点に広げた DeNA ベイスターズ。8回です。4人目パットン、今日はボールが先行するという状況がありました。3番の坂本、センターへのヒット。今日2安打の坂本、2000安打まであと5本としています。1995安打まで来ました。その後チャンスを迎えて満塁、そして丸、左方向、レフトへの犠牲フライ、距離が十分でした。吉川帰って、これで5対2、3点差。9回に入って連投の三島、ランナーを出しましたが代打の勝木、最後はショートゴロ、ダブルプレー。5対2、ベイスターズがジャイアンツを破って、この3連戦は同一カード3連勝です。